インターネットテレビ見る増刊号編集長の山根です。本日は元駐ウクライナ大使の馬淵睦夫さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日令和3年12月8日は日米開戦からちょうど80年の日にあたります。で、馬淵さんは今発売されているビル1月号でもコラムの中で第二次世界大戦はなぜ起こったか、真珠湾攻撃から80年を迎えてというタイトルで寄稿されているんですが、はい、今回はその日米開戦、大東亜戦争を含めこの第二次世界大戦についていろいろとお聞きしたいと思います、はい、で早速ですが今日本日の産経新聞に気になる論説があったようでこれはね論説、まあ、要するにあの論説委員長さんがね、はい、乾さん書いておられるんですけどね、あのそれは私ねいつも申し上げてるんですが別に、日本のまあ余ったもないんだな5しか6しでしょの中で産経しか読まないんですけどね、はい、だから必然的に産経の記事を取り上げるんですがね、別に産経を非難するんじゃなくて産経に頑張ってほしいという趣旨でね申し上げてんだけれども産経がねもうこれでね、つまり朝日毎日急になったら日本のメディアは新聞メディアは完全に終わるんですよ。テレビメディアはもう終わってますけどね、だから頑張ってほしいとそういう趣旨なんですかね。まあ乾さんにも私お会いしたことあってね、一流紙のそういう意味では5大誌か6大誌の論説委員長さんですからね、いろんなことをご存知なんですがね、やっぱりねなんかあの奥歯に物の挟まったような言い方でね、やっぱりなぜその日本が大東亜戦争に、立ち上がったのっていうかね、あるいはアメリカのつまり前半が抜けてるんですが挑発に、こうなんて言いますかね、対する形でね、真珠湾攻撃せざるを得なかったのかというところの、についてね正面から取り上げるのはね産経でもなんか遠慮しておられるんですよね。だからそれはやっぱり全体像が分かりにくいというか、下手するとその全体像を曲げてしまうと、でこれはまあ乾さんの個人的見解だというふうに断ってはあるんですが、当時の大東亜戦争に、こう向かった日本のね、なんて言うんでしょうね、その、こう大義と今中共がねその世界に向けて発信している一帯一路の大義が似通ってるとこういうこれはちょっとねそれは異論があろうと思うけれどもとおっしゃってますけど、これはもう異論どころじゃないですよね。まあこれはとんでもない比較だと思うんですけどねすごい単純化しすぎてなんかもう朝日新聞みたいですねこれいや時々ね朝日新聞よりも産経の方がねあれなと思うことあるんですけどね、まあいずれにしてもね、これは問題はやっぱりね80年経ってもまだあの戦争は何だったのかと、どうして日本はね、まあ、そういう意味では真珠湾攻撃をせざるを得なかったのかということはね、あの国民の一般の方々が納得するような解説っていうのはね残念ながら行われてないんですね、あの私はまあいろんな機会にオイルからの本も含めてね、あれはそのルーズベルトが日本を挑発してね、とにかく日本に第一撃を打たさなきゃいけないと、でそれであらゆる挑発をやったんですね、でこの挑発はねもちろん石油金融も入ってましてね、これは宣戦布告なんですよ、あのね、あのよくあの下り側の人がね、日本は例えば不戦条約違反だって言うんですけどね、とんでもない不戦条約のいわゆるまあ解釈っていうかあの留保条件っていうから言えばね、そのあるいは当時のこう何て言いますかね国際連盟規約もそうだし、経済制裁っていうのはこの、通商条約の破棄とかね、経済制裁っていうのは宣戦布告なんですよ、だからね日本はもう、ね、アメリカはねとにかく事実上宣戦布告してたわけですよね、もう全面石油の全面禁輸ですからね、それから ABCD 包囲網で、それでも日本は最後の最後までね、アメリカとの交渉をこう諦めずにやってたけれども、アメリカはいずれにしてももう日本を挑発して叩くっていうことに決めてたわけですね、だから一切妥協するつもりはなかったんですね、でそこをね正確に読んでアメリカとその無駄な交渉をやってもしょうがないというようなことに気づいた人がねどれだけあの当時のこう政権中枢にいたかどうかっていうのは未だにまだ明らかになってないんですよね、だけどもねあの一部の人はそれを見抜いててね、
見抜いてたからこそね、私は日本が挑発に乗ってね、真珠湾攻撃をやったのは残念でしょうがない、で春の音がどうだって言いますけどね、のらりくらりとかわしてる、かわすって言ってもあったんですよ、ところがね、やっぱり私も戦後間もなく生まれなんで、当時のその日本国民の方々のね、いわゆる雰囲気っていうのはわからない点があってね、今日のその乾さん のこの論説にもありますようにね、すっきりしたと、日本国民はこれで、つまり日本が攻撃してね、というのがね、偽らざる感じだったんだろうなという想像はつくんです。だから国民はここまでやっぱりね、アメリカに真綿でね、首を絞められるごとく攻勢を受けててね、やっぱり立ち上がるべきだっていうのがね、当時の日本国民の素直な気持ちだった。だからね、歴史解釈っていうか、歴史をまあ何て言いますかね、書く人、歴史家たるものはね、やっぱりその当時のその雰囲気っていうかな、国民の考え方をベースにしてやらないとね、今の例えば雰囲気のもとでね、やはり日本は無謀な戦争に突入したなんて言ってもね、これは歴史を理解することには何の役にも立たないっていうか、むしろ害になるわけですね。そういう意味で私はね、もう一度ね、我々はまあ毎年12月8日が巡ってくるわけですけどね、あの大戦とは何だったのかと、でその大東亜戦争をね、理解する上ではどうしてもその前の1939年9月1日に始まりましたがね、とことになってんです、始まったことに歴史教科書ではなってんですが、ヒトラーのポーランド侵攻ですね、でこれはそれの本当のその意味っていうのはどういうことだったのかということの意義をね、理解しない限り第二次世界大戦とは何だったのかというのが分かんない、でそこで前回のね、コラムにもちょっと書いたんで、一部書いたんですけれども、今戦場となったヨーロッパでね、ヨーロッパでこの今回のというか前回のだ、第二次大戦の歴史を見直す動きがようやく出てきたんですね、でそれがお読みになった方もいらっしゃると思いますけども、2019年9月でしたかね、の欧州議会の決議なんです、でその決議はね、一言で言えばね、第二次世界大戦の戦犯というの言い方は不穏ですけどね、原因はヒトラーとスターリンが結んだ独ソ不可侵条約だと言ってるわけですよ、でこれはすごいことでね、今まではヒトラーが悪かったと、ヒトラーが巨悪だったからね、その欧米のいわゆる民主主義国もね、スターリンの共産主義国と組んでヒトラーを抑えるというところに、その第二次世界大戦の、大義があったんだと、正義があったんだという見方ですね、我々が教科書になったのもそういうことですよね、単純に言えばそうでしょう、どうして民主主義国の敵であるね、共産主義国のソ連と組んだのかと、アメリカなりイギリスがね、それは誰も説明できないですよ、説得的にはね、その唯一のその口実っていうのか、理由が、ヒトラーはもっと悪かったからということですよねつまりヒトラーはもっと悪いっていうか、ヒトラーがスターリンよりも悪かったから、その戦後、つまり70、80年近くこの世界を支配した歴史観を覆したのが、その欧州議会の欧州の記憶っていう決議で、それはヒトラーとスターリンは同罪だと言ったんですよ、でこれは大きなことでね、もう論理的なこう帰結はお分かりのように、じゃあニュルンベルグ裁判も否定したことになるんですね、あれはヒトラーは当時はもうヒトラー自殺して亡くなって出ましたけど、要するにナチスドイツを一方的に裁いたわけですね、これでそのソ連の方が裁く側だったわけですね、でもこの構図が完全にひっくり返ったんですよ、だからああいうその軍事裁判をもしね行うとすれば、今、ヒトラーっていうかナチスドイツと、スターリンのソ連は被告席に座らなきゃいけないと、こういうことになるわけですね、全ての戦後史が覆ります、ね、もう覆ります、覆るんです。ですからね、これあんまりね日本ではフォローされてないし、世界でもフォローされてないですけどね、これは実に大きな半歩だと。で、私が半歩というのが問題というか重要なことでね、実はそこにも書いたんですけども、
実際はスターリンの共産主義、スターリンの共産主義っていうか共産主義ソ連の方が、ファシズムのあるいはナチズムの、ドイツよりもより悪であると。でここまでいかなきゃいけないんですよね。でそれはもう我々はこう断片的にはそういう情報を得てるんですけどね、共産主義っていうのは、まあ、これはソ連だけじゃないんですが中共も含めて、大体1億人ぐらい殺してるわけですよ、はい、でね、ヒトラーはユダヤ人を虐殺したと言われてますけどね、それは通常言われてるのが600万人だけども、ただその虐殺した数だけで、判断はしちゃいけないんだけれども、しかし1億人を殺した共産主義がね、世界最悪の、政体であると、体制であるということはね、これは否定できないということですよね。だからそこまでいかなきゃならない。ところがね、このつまりスターリンとヒトラーはどっちが悪かということを見誤ったのがアメリカでね、もっと正確に言えばアメリカのルーズベルトを、まあ、背後から、いろいろ支配してたっていうか操ってた人々ですよね。これは私だけじゃない、いろんな人が言ってますけど、ディープステートっていうことになるんですがね、でそういう人たちは先ほど申し上げたように、そのドイツのファシズムの方が共産主義も悪いということをずっとこう言い続けてきた人ですよね。未だに言ってる人です。だからその彼らがね、今ドイツだけじゃありませんけども、まあ、例えば日本の安倍さんを批判する時もね、ファシストというわけですよ。つまりファシストとなこう名指しされたらね、ラベルを、こう貼られたらもう脅迫だということになるわけですね。そうするとお前はファシストだということによってね、つまり戦争すると、戦争、正義の戦争をやるっていう口実が生まれるわけですよ。そういう構図がつい最近まではできてたわけですね。でね、それでね、アメリカのというかディープステアメリカのまあ失敗って言ってもいいんですけどね、最大のものはね、それはスターリンと組んだということですがね、もう一つは、中華人民共和国の成立の問題ですよね。でこれは結局これでその毛沢東がどうして政権を握ることができたのかということが分かればね、大東亜戦争のつまりアメリカがなぜ日本を挑発したのかということが分かるわけですよね。で普通にね、裏口参戦論というのがあるんですが、ドイツと、まあ、ルーズベルトはアメリカは戦争したかったということですね。ルーズベルトがしたかったというのは、まあ、表向きですけど、結局ルーズベルトの背後にいた人たち、側近たちがやりたかったと。でこれはね、はっきり申し上げますが、ほとんどがユダヤ系の人なんですね。でユダヤ人が悪いということじゃなくて、当時のこのルーズベルトの側近のほとんどはユダヤ系の人だったというのはね、どうしてもユダヤ思想に、ユダヤ人のそういう人たち、つまりウォール街のね、金融資本家とか、そういう人の思想というか思考にね、世界観にルーズベルトが影響を受けたということですよね。でもう一つはね、チャーチルも同じだった。チャーチルもその、取り巻きは側近はユダヤ系の人が多かった。でしかもそのルーズベルトとチャーチルの間をつないでたのが、ニューヨークのね、こう陶器家といった方がいいんでしょうけども、有名なバーナード・バルークっていうユダヤ系の、まあ、社会主義者って言ってもいいんですがね、バーナード・バルークはね、チャーチルを支援してたんですよ。で当時ルーズベルト大統領とチャーチルは無関の人でしたけどね、まだ首相はチェンバレンだった。しかしチェンバレンの頭越しにチャーチルと直接コンタクトしてたんです、ルーズベルトは。だからね、これはなぜそんなことができるのかということは我々考えなきゃいけないですよね、ということはね、ルーズベルトはチャーチルを使ってっていうか、チャーチルと組んでどうしてもヒトラー叩くという路線でね、早い段階でそれを決めて、あるいは決めさせられてね、その例がポーランドなんですね。で我々ね、学校でドイツがポーランドに侵攻したからね、まあ、一方的にっていうことになってるんでしょうけど、侵攻したから第二次世界大戦が起こったと習うんですけどね、そうではなくて、ルーズベルトとチャーチルも含めて米英がね、ポーランドにけしかけて絶対にヒトラーと妥協するなと、ということでね、つまり自分たちが助けてやるから戦争しろと、
もうルーズベルトなんかはっきり言ってるわけですね。だから結局そのポーランドもね、本来妥協してもいい条件だったのに妥協しなかったということになるわけですよ。それでね、結局その条件というのはね、多くの方ご存じだと思いますけど、ヒトラーがポーランドに出した条件は2つあって、1つはダンツィヒっていうね、もともとドイツの港だったんですよね、昔ね、ドイツ帝国で。それが第一次世界大戦後ベルサイユ条約の下で、ポーランドの領事になったと。実際の管理は自由港としてね、国際連盟が管理するということになりましたけど、要するにドイツから離されたと。でそのダンツィヒはね、これドイツ人の町だから、9割、ドイツ人が住んでる町だから、これは返還してくれと言ったわけですね。それから第二に、その結局ドイツはベルサイユ条約でこの分割されて、ドイツの本土と東プロシアに飛び地になっちゃった、東プロシアがね。だからその東プロシアと本土、ドイツ本土を結ぶ、これをポーランド回廊っていうんですが、もともとドイツ領だったんですよね。そのポーランド回廊にアウトバーンと、つまり高速道路と鉄道しかしてくれということだったんです。でそこの本来ドイツ領だったけども、それを返せとは言わないから、ポーランド回廊はね、ただし輸送路だけは作らせてくれと。でこれはね、普通考えたらね、もともと自分の領土でなかったものをもらったもんだからね、返さざるを得ないということになっても不思議じゃないところを、もう返さなくてもいいから、輸送路だけちゃんと認めてくれと言ってね、随分寛大なね、条件だったんですよね。だからこれはポーランドが受けられないはずがない。だけどもそれは受けるなと言ったのがね、チャーチルであり、もっと強烈に言ったのがルーズベルトなんですね。これは我々知っとかなきゃいけないんだけども、そのルーズベルトのこの、いわば手先になってね、ポーランドをけしかけたのがね、ウィリアム・ブリットっていう男なんですよね。ウィリアム・ブリットなんていうのはね、一度も歴史教科書に出てこない。だけどもね、これ最重要人物でね、私が彼がいわゆる実際はルーズベルトが主犯と言ってもいいけども、ルーズベルトの手先として、ポーランドを戦争に導いたと、その犯人のナンバーワンと言ってもいいぐらいです、このウィリアム・ブリット。でウィリアム・ブリットという男はね、レーニンの革命の時ね、1917年のロシア革命の時にアメリカから乗り込んでいって、レーニンと交渉した男なんですよ、だから出自もお分かりですよね、ユダヤ系の男ですけどね。そして彼が結局ね、アメリカのいわば事実上のヨーロッパ大使なんです。フランス大使をしてましたけどね、それは当時のイギリス大使なんかよりも格上で、で自分そのルーズベルトの勅命を受けてね、そのヨーロッパのアメリカ大使をこうにいろんな指示をしてたと、こういう男なんですよね。この男がね、その例えばイギリスの当時のイギリス、アメリカのイギリス大使はケネディ大統領のお父さんですよね。そのケネディ大使がルーズベルトに対して戦争を回避するために乗り出してくれということをいくら言っても聞かなかった、ルーズベルトが。だからね、もうはっきりしてるのはね、ルーズベルトが主犯なんですよ。主犯というか、この第二次世界大戦を起こした、ね、犯人だ、本来はね。だけどもそれはまだそこまではね、欧州の決議も言ってない。だからちょっとね、詳しく話しましたけど、我々はそれがね、大東亜戦争とどういう関係があるかっていうとね、一般に裏口賛成論と言われますけども、そうではなくて、その、それとは別にね、ヨーロッパの戦争とは別に、ルーズベルトとしては日本と戦争する必要があったと。それはなぜかっていうと、中国を共産化するためなんですよ。でこの視点はね、さすがにね、修正主義者でもなかなか言えないんですよね。でもね、我々常識に考えてみたら、アメリカが民主主義をね、守るために戦ったと言いながらね、で蒋介石と一緒に戦ったと言いながら、なんだ終わってみたら、その4年後ですか、中国に共産党政権が成立したと。これはどうしてかっていう疑問はね、誰も答えてくれないんですよね、正統派の歴史学者は。ところがその頃のね、いろんな文献を回想録も含めて調べてみるとね、アメリカは明らかに毛沢東を支援してたんですよ。その
召喚石を支援するふりしてね、でこれに対してね強い警告を発してたのがアメリカの軍人でウェデマイヤーっていう人ですよね。アルバート・ウェデマイヤーって聞かれたかもしれませんが、第二次世界大戦に勝者なしというね分厚い本を書いて、これは日本でも翻訳されて出てますけどね。だから彼はね、先ほど私が言ったようにスターリンの方がヒトラーよりも悪いということを見抜いてた男なんです。ところがそれは受け入れられなかったんですよ、アメリカ政府に。それは何かというとアメリカはとにかくスターリンと組んで、アメリカっていうかディープステートですけどね、スターリンと組んで、ヒトラーを倒すということがこの第二次世界大戦の大義だったわけですね。だからそれを見抜いた人は冷遇されたと。だからウェデマイヤーの報告書も、それからいろんな何て言いますかね、政府に対する提言も全く受け入れられなかった。でその代わりにこれは名前は我々よく知ってるんですけどね、ジョージ・マーシャルっていう、当時の陸軍参謀総長がトルーマン大統領の特使として、中国に派遣されてね、で召喚石にあって何をやったかっていうと2つあって、1つは停戦しろと。毛沢東がほとんどもう負けてたんですよね。にもかかわらず蒋介石に停戦しろと言った。でそれから、当時の国民政府ですよね、蒋介石の国民政府に、共産党員を入れろと連立政権を作れと言ったわけですよ。なんでアメリカがね、どんな中国の共産主義者を支援したのかと。でこれに対してまだ答えてないわけですよね。つまりまだこれからですよね。80年経ってもまだね歴史の闇っては見えてこないし、先ほどねもう一つだけ付け加えておきますけども、その欧州決議のポイントはね、そのスターリンとヒトラーが同罪だって言ったんですが、要するに独ソ不可侵条約がとその秘密議定書ですよね、それがその第二次世界大戦の原因だったというふうにもうはっきりと決議で示してるわけですね。でこれは私その通りだと思うんですけども、でそれはね、我々が常識的に見ればよくわかるのはね、1939年の9月1日にヒトラーがポーランドに侵攻して、例えば1週間ちょっと後かな、独ソ不可侵条約の秘密議定書に基づいてスターリンも、ポーランドに侵攻したんですよね。それで東、簡単に言えば東半分はスターリンが取ったと、西半分はポーランド、ヒトラーが取った。ところがね、そのイギリスフランスはまずドイツには宣戦布告したけども、同じくポーランドを侵略したソ連には宣戦布告しなかったんですよ。でこの理由ですよね、この理由は誰も説明してくれない。なぜそのヒトラーにだけ宣戦布告して、同じようにポーランドを侵略して東半分を占領してしまったスターリンをソ連に対して宣戦布告しなかったのか。だからね、まだね、第二次世界大戦の原因っていうのはね、私なりにはもう分かってるんですがね、つまり世界的に知られるようにはなってないんですよね。80年経ってもなってないっていうことはね、まだまだね、これからもどんどん新しい、この事実がね公になってきて、我々はまあ何年先か知りませんけどね、この第二次世界大戦、大東亜戦争も含めたね、この戦争の全貌をつかむことができるんだろうと。だからまだほんの一部しか現れてないけれども、先ほど申し上げたヨーロッパのその決議、欧州議会の決議っていうのは、ね